ウェブサーバは HTTP にのっとり、クライアントソフトウェアのウェブブラウザに対して HTML やオブジェクトの表示を提供するサービスプログラム及びそのサービスが動作するサーバコンピュータを指す。講義にはクライアントソフトウェアと HTTP による通信を行うプログラム及びコンピュータ。クライアントであるウェブブラウザの URL にて指示されたウェブサーバ内に存在する。 HTML ドキュメントの各種情報をクライアントから接続された HTTP にのっとった TCPIP ソケットストリームに送信する。多くの場合、クライアントのウェブブラウザとの間に複数のコネクションを貼り、HTML ドキュメントとその配下の個々の情報ファイルを並列して送り、処理時間を短縮してサービスを提供している。また、HTML ドキュメントに 各種処理を組み込み CGI スクリプトや Java サーブレットと呼ばれるウェブ画面に連動した動的処理を行うことが可能である。CGI 処理においては p ー r ルビー PHP などのスクリプト言語によって開発されることが多い。Java サーブレットにおいては Java による動的処理の負荷を分散するため Java サーブレットを処理する機能を別サーバーに切り出しウェブアプリケーションサーバーとして 垂直分散することも一般化している。大規模なウェブサービスを提供する場合、同じサービスを提供するウェブサーバーを並列して設置し、ロードバランサと呼ばれる各種ロジックによりウェブサーバーへの処理を振り分ける装置をウェブサーバー群の前に置くことが多い。これにより、ウェブサービスを提供する際のサーバー故障に対する可用性、信頼性を確保する。また、 不特定多数のウェブブラウザとの接続を行うため、一般的にウェブサーバー及びウェブアプリケーションサーバーには DNS サーバーとの連動設定を組み込む。3マイクロシステムズの双方向けウェブサーバー3コバルト、キューブ e 3 2 0 1 5年時点においては、Apache 及びその派生版である各ベンダの HTTP サーバーが市場の4割、マイクロソフトの Ease が市場の3割、 ンクスが2割弱を占めるもともと Web サーバーは、ユニックス上で開発され発展してきた経緯もあり、当初から、オープン系サーバーと言われる、ユニックスサーバーや Windows 系サーバーにより実装、提供されるのが普通である。ただし、システム構成上の都合により、HTTP や FTP、TCP、IP が利用可能な汎用コンピュータにて動作させる場合もある。 ザランプソフトウェアバンドル、A ハイパフォーマンスハイ、アベイラビリティソリューション4、A ホスタイルエンバイロメントほか、ありがとうございます。